はい、皆さんこんにちは、ケンジです。出来上がったので、ご報告したいと思います。今日はですね、この部分ですね。すね当て、これもう一箇所あるんですけど、ここも後でご報告、後ほどご紹介しますけど、結局ですね、こうなりました。裏は塗りました。クロームシルバーで塗って、外側をこんな感じで塗って、ね、なおかつちょっと加工しました。で、つけたのがこんな感じです。結構うまくできたなと思ってます。どうでしょうか。はい、では次はこっちのもう一枚のすね当てっていうのかな、膝のところですよね。この後そこの部分を次回報告したいと思います。今回はここまで。ご視聴どうもありがとうございました。